はいどうも、ケイキングです。今日ですね、ウィニングポストない2020続きやっていきましょう。2019年1月の1週から難易度スペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、レースはケイキング再びか。まあこれね、距離適正が厳しいんですよね。2500から3000で、今回は、2000使います。ここでもマイナス500ですからね。まあ、本当はね、まあ、下使うなら、まあ、マックス400まで。マイナス400まで。500はね、本当は使いたくないですよね。あと、ケイキング1頭がデビューか。はい。まあ、どんどん行きましょう。ケイキング再び、どうだ？お！勝ったか。マイナス500。なんとかね、勝ちました。トウモンジュとメジロゼファー。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ま、気になるのはスピードっすね。100m ペイキング1歩アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はサブウェル。ペイキング1歩この馬で来ました。はい、まあとりあえず8。強い強いペイキング1歩余裕でしたね。ゴールイン2着はサブウェル。これは物が違う。ペイキング1歩、まあここはねサクッと決めてほしいよね。よし、オッケー。さあ、アーテミサボードマイナス300か。まあどうですかね。まあちょっとメンバー見てね。あとはケイキングワンダーデビュー、キネマワンダーとケイキング。あ、海外の洋服は買わないです。はい。ケイキング再び。あ、まだね、スピードはわかんないですね。2500。そうやね。とりあえず2000使って。で、まあ2200使って。2400使って2200使いましょう。もうとりあえずこれでいこう。はい。ちょっとこれで確認したいなと思います。そして、ケイキング1と1600から2700。いいね。使いやすい。じゃあ、1600すぐ使おう。はい。これで OK かな。さあ、ケイキングワンダー。まあ、大丈夫でしょう。第4コーナーをカーブして、さあ、直線コースに入りました。ケイキングワンダー、先頭。リードは3馬身以上。あ、余裕ですね。この差が広がります。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はアラフォトライト。テーピングワンダー、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアラフォトライト。これは桁外れの強さだ。テーピングワンダー。 まずはね。はい、 OK。さあ、4番人気か。コントラチェックか。まあコントラチェックも強いですからね。ダイジェスト、まあ、コントラチェックに勝てればそこそこやれそう。ああ、届かんな。ダメか。後ろはどうか。2番手はアーテミンサボード。コントラチェック、強い強い。はい、コントラチェック勝ちました。2着はアーテミンサボード。3着にウォールマザミ。コントラチェック見事1番人気に応えました。そうか。まあスピード S とかそんな感じはなさそうやね。キング花車、そしてケイキング1とキングロックゼファステイヤー。アーテミサ、はい。まあ、マイナス300ちょっとやめとこう。まあ、マイナス100くらいでね、いこうか。どうっすかな。
まあいいね。この辺ちょっと戦ってもいいな。一周休んで、はい、それでいきましょう。キング花車。サザンレジェンドか。ああ、3着。さあ、ケーキングイット。ここ勝てるか。2着。で、キングロック。キングロックいけるやろ。はい、勝ちました。で、ゼファーステイヤー。5着。おとるきとんじゃない？ゼファーステイヤー。そろそろ怪しいっすよね。キネマグラス、そしてケーキング再び、ゼファーステイヤー。ゼファーステイヤーどう？まあ、なんとも言えないっすね。まあ、ゼファーステイヤー引退でもいいっすね。ここからまあ1個くらいは G1 取れるかもしれないですが、まあちょっと厳しいよね。あとはケーキングワンダーか。そうっすね。まあ2400いこうか。で、あとはあとは大丈夫か。とりあえず投資使って、この辺ちょっと進めてもいいっすね。キングロック。あ、でもこれちょっと決めたいっすね。1800から2300で、精神 S、 賢さ S プラス、健康は F、 スピード A プラ。まあ海外の史実、まあ強いやつねはちょっと苦しいんですが、まあそれ以外ならやれますね。でとりあえず2月の2週まで進めるか。はい、進めます。ケーキング再び勝ちましたね。なかなかやれるんじゃない。スピードでカバーしてるって感じじゃない。2500から3000でさ、だといけますよって言われてもね、しゃあないよね。ねえ、ザ・パールキング。まあまあ良さそうか。まあとりあえずキングロックをどこ持ってっかっすね。海外、さあどうする。1800から2300、まあ2100あたり使って、まあ、1600とかを走らせていくか、1000使って、いや、こういこうか。ちょっとね、厳しいローテなんですが、はい、こういきますか。ちょっとこれでいこう。あとは
OK ですかね。ちょっとまた進めたいなと思います。アーテミサボード、3月の2週まで行きます。次はケイキングワンダーとローレル万世、そしてスノーキング、あとはキングクイーン、スノーキング OK で、ザパールキングやね。花車勝ちましたね。まあいい感じっすね。で、距離適正も1600から2500で使いやすい。あの、外線もいけます。あとはあとまあキネマが勝った。まあこれ普通に強いですよね。で、アーティミサボードは負けた。まあ覚醒つってもこれきついね。まあスピードないっすね。さあ、ローレル万世、スノーキング、そしてキングクイーン。まあここは練習、調子もいまいちでしたからね。で、ザパールキング、いけるかな、ここも。4コーナーをカーブ、どうだ。さあ、これからです。ボーラスジェミニ先頭、残り200メートルを通過して、サートルナリアも来てます。ザパールキング、ザパールキング、先頭ザパールキング。あー、でも強いね、ザパールキング。2着はサートルナリア、これが G1 馬だ、ザパールキング。ここも勝ったか。はい、勝つと。まあ行きましょう。ダートゼファー、そしてスノーフランケル。じゃあスノーフランケルやね。1900から2500。まあ1600いこう、サクッと。そしてで、あと OK か。1900から2800、菊花賞いける。まあダービーで、まあ、とりあえずこれで様子見ますか。ダートゼファー、 OK、 勝ったか。全く燃えてなかったですからね。アーテミサボード、そしてケイキングワンダー連勝中で、スノーフランケルとゼファステイヤー。まあネクストでいいね。まあどんどん進めていきましょう。よし、アーテミスボード勝ち。さあケーキングワンダーもいけるか。お、あ、なかなかいいんじゃない、ケーキングワンダー。サツキショーはいかないっす、ザパールに任せよう。スノフランケル2着。はい。で、ゼファーステイヤー。勝ちました。OK。次、大阪杯いきます。
さあ、ケーキングワンダー。そうやね、まあこれも菊花賞いけそうですけどね。ただいやまあこっちはいいかな。ケーキング再びか。なんかちょっとコツコツやるか。まあまだね若いですし、それでいきましょう。桜花賞、まあ一応言っとく。2300か。はい、まあとりあえずこれで。ちょっとチェックしておきます。ソングバードの子使いたいね。まあちょっと上げとこうか。まああとやっぱこれっすかね。さあダートゼファー2着か。まあ厳しいね。大物どちらでも決まった。大物シルバー。アメリカンファロー、これなかなかいい組み合わせでしょ。お、バラ最速いいじゃん。アメリカンファラオの子、これ熱いね。あとはまあそれくらいか。あ、ケーキングいますね。はい、オッケー。いや、アメリカンファラオの子をねちょっと使いたかったんですよ。王道路線、まあ、アメリカンファラオとケーキングとね、まあ、ダート重視で。さあ、まあいつものメンバーが揃ってますね。ゼファーステイヤーね悪くないんですけどね、まあちょっときついんですよね。とりあえず闘志入れとく。まあとりあえず入れとこうか。とりあえず闘志使って、はい、これでいこう。まあそうそう、もう引退近いですからね。はい、ネクスト。さあ、キングロゼ。キングロゼは初やね。初じゃないか。ゼファーステイヤ一番人気。ダイジェスト。まだまだ俺はいけるぜ。そんなところを見せてほしい。先頭、残り200メートル、奇跡、アドバンテージをキープ。後ろはどうか。2番手はユーキャンスマイル。いやまあ来てるんですけどね。奇跡、強い強い奇跡。やっぱ2000はきついね。2着はユーキャンスマイル、3着にゼファーステイヤー、誕生してやったり。まあ天皇賞春ならね、超心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。いけるかもしれないですね。やっぱ厳しいか。
さあ、ダートゼファー、そしてケーキング1頭でアーテミサが桜花賞。まあきついですねこのメンバーは。桜舞う可憐な戦い、大歓声の最中へ。はい、グランアレグリア世代屈指の末脚きた。アーティミサボード、上位の末脚、実績上位、ロゼ、あーロゼこれか。ロゼなんとも言えないですね。まあとりあえずただ適性はいいんですよロゼ。どうしようかな、ロゼか。そうでした。まあそのまま行きましょうか。はい、これでいきます。あとは OK かな。はい、ネクスト、ダートゼファー。よし、勝った。いや勝ってくれないと。ケーキングイット頼むぞ、ここは決めろよ。よし、勝ち。シーザースターズとどちらでも再び。まあグランアレグリアスかね。さあいよいよ直線の攻防、ジョディ先頭、外から勢いよくグランアレグリア、ここで先頭変わりました。先頭はグランアレグリア、残り 200m を通過して後続を引き離すグランアレグリア、足色は衰えません。2番手はラブズオンリーユー、はい、まあシーツワンツー、強い強いグランアレグリア圧勝ゴールイン。2着はラブズオンリーユー、3着にクロノジェネシス、グランアレグリア完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。まあこの世代結構熱いじゃないですか。まあ今度ねウィポやって、まあ使うならラブズオンリーを使いたいですね。さあ、ザパールキングサツキショーいきます。頼むぞ、一番速い馬が勝つ、2歳チャンピオン。はい、ザパールキング、充実一歩。まずザパールキング、これ覚醒っつうのもいいよね。1900から2800でさ、スピード台、まあ使ってもいいんすけどね。いやもう長く使うならもう今入れときゃいいんですよこれ。ただスピード台は貴重っすよね。まあとりあえず投資使っとこう。もう一個使います、もう投資いこう。
ピード大はね、今2歳の、ダート走れるやつにちょっと使いたいんですよね。ちょっと迷ってます、どうするか。ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイヤマーズ、うわこれ無理じゃん。残り 200m を通過して、アドマイヤマーズ意地を見せる。一気にサークルナーリア、マジこれ絶対勝てたやろ。これ、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VT。 これもったいないやろ。さあ、キング花車、そしてスノフランケル、キング花車います。でキネマグラスいます。アクセラレートか。サンダスの、サンダスのいまいちっすね。はい、じゃあネクスト、キング花車、2番人気リスグラッシュ、一応見るか。来い花車、よしかませるね。粘れよ。OK 勝ちました。まあゼファー再び、光ゼファー引退してさ、次やっぱエースはこいつっすからね。よし OK。さあ、スノーフランケル2着。さあ、5月ローレル万世キネマグラス、 K キング再び K キングイット K キングイット B プラス、マジか。これ引退します。でゼファステイヤー、あで今年あの種付けはしないっす。伝統の春の盾、走る精密機械、もうお任せで。ゼファステイヤー、気高く勇ましく、来たフィエルマン、無冠の貴公子。ちょっと天皇賞春だけ見たいですね。確認して今回終わりたいなと思います。ゼファーステイヤープラス100なんですよ。なんでここはちょっと使いたいですね。持ってない、マジ。じゃあまあプラス100頑張ってもらおう。ローレル万世3着。さあ、キネマグラス2番人気か。どう？ここからが腕の見せ所、インティ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。インティ粘る、インティ先頭、ゴールドドリーム。あー、この辺に勝てればね。ゴールドドリーム1着、2着にはどうやらインティ、3着にクネマグラス。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはゴールドドリーム。まあ能力的には十分なんですけどね。絆レベル上げたいね。K キング再び1番人気、まあやっと近いところで走れますからね。2500から3000で、ここはマイナス100です。1頭やん買っとるのは。そこはあっちやろ、1頭買ったん。あーでも頑張ったんすね。
一応ダービー行っとくかな。まあフィエルマンが怖いですね。あとはアルバートが今回ね、まあそこそこ強いんですよね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロードバンドール先頭、奇跡先頭、リードを広げにかかります。残り 200m を通過して、ユーキャンスマイル追い上げてきた。ユーキャンスマイル抜けた。2番手はオートリクリス。全然じゃん。ユーキャンスマイル1着でゴール、2着はオートリクリスエス。ユーキャンスマイル勝ちましたね。ユーキウスでの一発ならこの安城というところか。勝ったのはユーキャンスマイル。ユーキャンスマイルのこと全然見てなかったな。ゼファステイヤー、キングロック、そしてローレル万世、あとはケイキングワンダー、はい、でケイキング再び、いやでも分かんないですよね。ダービー取るかもしれないですよ。ありえるよね。ケイキング再び。一頭が、一頭超重たいね。あーでもスピード B プラスか。 B プラス S プラ、勝負根性 S、 賢さ A、 まあレベル高いですけどね。まあ銀札って感じだね。はい、まあ引退で。まあ遅めとかはね、こっから、まあ、うまくこうレース選んで使っていけば、あの使いやすくなったりするんですけどね。まあ今はとりあえず A 以下はもう引退でいきます。まあ、A プラスも、まあ、ちょっと考えるくらいですね。S 以上は残します。あ、これ決めないといけないですね。まあ、とりあえずそれでいい。ただ、機種は、変えたいね。はい。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。